ホスファチジルコリンからなる脂質二重層の断面。脂質二重層は極性を持った薄いリン脂質が二層になった膜。ほぼすべての生物で細胞膜の基本構造として利用されている。コロイド中のリン脂質の取る形態。リポソーム、ミセル、脂質二重層。物質には水に対してリン酸などが持つ強い極性により浸水性を示すものと、 炭化水素など無極性のため素水性を示すものとがある。リン酸や炭化水素がカルボキシ元を持ったカルボン酸はアルコールとエステル結合するが、例えば酸化のアルコールであるグリセロールを介してリン酸とカルボン酸が結びつくことができ、分子は浸水性と素水性を持った両親媒性を示す。コロイド中の分子に 分子間力が働き小球状に集合するとミセルとなり、カプセル状に集合するとベシクルとなる。ベーシクルはリポソームとも呼ばれる。リポソームでは外部とカプセル内部に浸水性の分子間を並べた薄い分子層が向かい合わせに二重になった膜状を呈する。これを脂質二重層という。この層は、 リポソームの内外の大きな水溶性分子、イオンに対して不透過性を示す。これらの性質から疑似細胞物質とも呼ばれる。ただしこのままの生存分子同士は結合力が非常に弱く、膜は不安定である。生物の細胞膜、細胞核膜、細胞内小器官では、この構造に内在性膜タンパク質や透視質,質が加わって安定な構造をとっている。 構造内部の物質の拡散を防ぎ、また4ポンプを有することで構造内部の塩濃度 pH を調節することができる。脂質二重層の大部分を占めるリン脂質分子の代表的な構造リン脂質のうち、細胞膜で多数を占めるグリセロリン脂質の基本構造の部分は分子によって違いの部分にコリンがつくとホスファチジ,ジルコリンになる。 スフィンゴミエリンン脂質分子の内グリセロリン脂質に、ついで、多いン脂質で、スフィンゴ脂質に分類されるン脂質分子である一般的な細胞膜の構造。細胞膜はン脂質が無数に並んで形成されるン脂質二重層に、各種タンパクなどが絡んで形成される。細胞膜は、主にン脂質が隙間なく、 並んだ層が二重の層を形成している膜脂質二重層と繊維状のタンパク質が細胞膜を裏打ちして支持している膜骨格脂質二重層と膜骨格の連結し保持する膜中間タンパク質やアンカータンパク細胞膜を貫通し物質の細胞内外の交換の役割を果たすポンプキャリアチャネルと呼ばれる膜中間タンパク質や情報のやり取りのためのレセプター 表面を、産毛のように多い細胞間の情報伝達や、他の細胞との接着、分離にも関係する動作などからなっている。浸水性のリン酸部分の頭部に、素水性である、脂肪酸が2本のビブが付いたのが、リン脂質分子である。細胞の内外は主に水で満たされているので、リン脂質分子は頭部を外側に、水に反発するビブを内側に、 厚さが3.5から5.6ナノメートル程度の厚さの二重層を作って並ぶ。二重層の両外側は浸水性なので膜全体は細胞内外の環境に馴染み、内側には素水性の脂肪酸が充満しているので細胞の内外をしっかり遮断することができる。この脂質二重層は電気的に中性で極めて小さな分子、 例えば酸素分子や二酸化炭素分子は通すが、極性を持つ水分子は通りにくく、大きな分子やイオンは通ることができない。臨死質分子同士の結合は緩いので、各臨死質分子は脂質二重層の中を横方向に自由に移動することができ、さらに結晶中の臨死質分子が脂質二重層に入り込んだり、逆に結晶中に抜け出ることも可能である。また、 脂質二重層を貫通している膜重幹タンパクや、レセプターなども、膜脂質二重層上を移動することができる。実際、マウスと人の細胞を融合させる実験では、細胞膜上の分子は移動しマウス由来の分子と、人由来の分子が混ざり合うことが確認されている。この臨脂質分子には、リン酸の先についた分子により、ホスファチジルコリン、スフィンゴミエリンと内側で分布に、ムラがあり、 例えば赤血球では外側には PC、SM と透視質が多く、内側にはポリエチレン、PS が多く、非対称分布をなしている。臨脂質分子の膜の表裏間の移動は3種類の酵素が関わっており、フリパスはポリエチレン、PS を膜の外側から内側に移動させ、フラパスはすべての脂質分子を内側から外側に移動させ、スクランバレースは すべての分子を両方向に混同する。これらの酵素の働きによって、膜内外の臨脂質の非対称分布がなされていると考えられている。非対称分布の一つの理由として、主な臨脂質の中で PS は陰性過電を持ち、細胞室内のタンパク質が持つ陽性過電と相互作用しやすいことが、細胞膜の機能に好都合であるからだと考えられている。脂質ラフと 下の下側が細胞外、上側が細胞質側になる。1は、通常の脂質二重層、2、脂質ラフト、3.4、膜中間タンパク、5、糖砂、6、膜外、タンパク、7、コレステロール、8、糖脂質リン脂質二重層膜上には、他の部分より少し厚さが、厚く少し硬い脂質二重層上を移動することができる領域があり、 海に浮かぶイカダに例えられ脂質ラフトと呼ばれている。ラフト部分では、臨脂質は主にスフィンゴミエリンで構成され、SM 分子の間にコレステロール分子が非常に多く入り込んで、分子間の結合を強化している。スフィンゴミエリンの脂肪酸部分は PC や PS、ポリエチレンより長いので、ラフトは若干厚さを増し、コレステロールが分子間結合を強化するので硬くなる。 ラフトでは、SM とコレステロールの他に、膜重タンパクやレセプター、糖脂質なども多く存在している。多くの積み荷を積んだイカダのようなイメージで、ラフトと通称されているが、通常の脂質二重層もラフトも、どちらも臨脂質を主要構成分子にしている点は海上に浮かぶイカダとは違う。ラフトの直径は、数十ナノメートル程度で赤血球膜上には、多数あり、 タンパクや糖鎖など多種の分子を多く載せているラフトは細胞の機能に大きく関わっている部分だと考えられている。書籍ありがとうございます。